こんんばはです、えー、2020 30年のの5月の30日になっております、えー、後半後半ですね小リ里帆ユニメタルアイドルはアーティスト論政治的発言もなんていうの動画を撮りましたけどもそこへのレス大変頂い,いてたのでそこちょっと時間かかっちゃいましたけどお届けするの今日サタデーナイトなんてしようと思っております。 ね、改めまして22歳の鞘師陽ちゃん、えー、おめでとうということその言葉とその時誕生日の時にどんな感じでインスタライブやってたかってことを少し最初はねお届けして振り返ってみたいな感じでコメントのお返ししていくような流れにいきたいと思っておりますくにょチャンネルぜひチャンネル登録の方相変わらずですけどご協力いただけると幸いでございます、えー、いつもですけどもコメント返し動画というのは歴史的な背景、えー、いわゆる時代的タイミング的なものということもまあ、加味しながら とはいえそんなに硬くならずラジオ的に聞いていただいても楽しめるんじゃないかなというような作りにしたいと思っております。そしてもう今週はですけども「国尾チャンネル」広告掲載というのがスタートしまして、まあ、こちらもさまざまご意見いただいてるんですけどひとまず直近しばらくは今の形で様子を見て僕自身もちょっと客観的に自分の画像なんか見てみて、えー、とどういうふうにしていったらいいのかなってところを考えたりしながら、えー、やりたいと思ってますのでちょっとまあ,あ付き合っていただいたら幸いなんで。 ごご意見と合わせて、えー、ご協力お願いしますでは早速いっちゃいましょうまず鞘師里帆ちゃんの5月28日のバースデー当日のインスタライブどんな感じだったかってことをこれ簡単に重要なところだけまとめましたのでまあ見てない方もこれで少し理解深まるかなっていうふうに思ってますじゃあ早速お読みしますねえっ、ー、とねまず花柄のねえっ、ー、とワンピースとあれブラウスなんだろうねブラウスだと思います でえー、と前髪もちょっと作ってなんか久々に美容室行ったみたいな感じで可愛い感じだったっす、ね、まあさやしかっこいい感じ可愛い感じ両方作れるそんなのを持ってるんですけど普段着が可愛いところっていうので改めてそのギャップがいいなっていう風なのを思いますね。で、まあ、前回好きって言ってた話してたシールいっぱい出してたのあると思うんですけどなんかそれを連想させるような柄がゆ,ゆっくりというかしっかり見てみるとあしらわれてる感じだったですね。 でえー、たくさんの人になぜインスタライブをやったかというとたくさんの人にお祝いしてくれたりメンションしてくれたりしたのを見ていてということでございました本人はやっぱり気持ちの中では、えー、誕生日当日のインスタライブというのは考えてる途中で「いや今日はやろう」というふうに決断したそんな感じだったですねでえー、っと多幸感でいっぱいというのを当日おっしゃってたですねで目がしょぼしょぼ、まあ、これはインスタのコメント見すぎたということなんでしょう で9期で9期モーニング娘。9期でしたから9期で誕生日当日3時間ぐらい出たり入ったりでお話しされたということでしたいまだに仲が良くね2人は現役メンバーですから、まあ、その辺なんかうんか微笑ましいというとちょっとあれですけどで、まあ、実際そういう感じだったっすねお話の内容が微笑ましかったってことですねで マリアとちいちゃん森とですねで高橋愛ちゃん石田あゆみあと d j こうさんなんていうのもちょいちょい話題に上がったり見てたりしてたのかな、うん、これちょっと一発でメモりながらで見てたんで怪,怪しかったですいませんで22歳の抱負を語っていました、えっと、変わらずいろんなことを学びアウトプットし自分のことを自分の言葉で、えー、的,確的確に伝えるように伝えることができるようにしたい SNS の時代をを使ってていいいけるよよううううにししたいそういうような、えー、と本人、えー、発言をしておりま実は、まあ、これでほぼほぼ重要なところはまとめだと思うんですけどここから読み解けるのはやっぱり学びというところが自分の中ですごく今重要度が高くてそこに対してインプットが多かった分アウトプットってことなんでしょうけどは何か頭の中にストックがしっかりあるんじゃないのかなっていうふうな気がしました。ただそれは言言葉ででえないないので やっぱり近々のところっていうことになると思うんですけれども、うん、様子見ながら、そしてこのお。おうち時間というふうにハロプラはよく言うんですけど、というところで。積み上げとか、自分で考えというところをう、なんとかな、まとめている最中なんだけど、今まだ言葉にできないよ。というようなニュアンス、私は感じ取った、そんな感じでございました。ね、これからの最終要望も楽しみですね、22歳。いや、世の中的には若いけど、ハローとかアイドル的には。 ねえもう少しスピード速い,いんだろうなと思いましたじゃあそんな感じでございましたで続いてじゃあ行きましょう早速、えー、とコメント返しなんですけど前回前編という風にお話ししておりましたところで終わっている方の途中からそしてもう一つの動画まで時間があっていけたらそこもお返ししていきたいそんな風に思っておりますじゃあ早速お伝えしてお読みしてまいりますねえー、とてぺてぺさんいつもありがとうございます コメント返しありがとうございますアイドルかメタルか論争があるという点にこそベイメタの商品価値があるという話が出ててとても勉強になりました。僕の場合すーちゃんの歌「ゆいもわのかわいいの手あ可愛い,い愛の手」 ダンス癖になる曲、紙バンドの技術、そしてメンバーのビジュアルの良さと中身の謙虚さ、その全てに感動し、そのどれかが一つでも欠けていた時点でここまではまらなかったと思います。だからどちらか否定していく形で行われがちなこの論争をくだらないなと感じたのだと思います。彼女たちの激しい音楽は、彼女たちのアイドルらしい、可愛くて美しい見た目があるからこそ、より生きるものかと思ってます。ありがとうございます。 これはね論争論争という風にね言ってしまってはいけないのかもしれないんですけど多分考え方があれですよね皆さん違ってそれをここで書いていただいているというところそれで僕が少し面白く論争のようにしてしまってるところがあったとしたら戦いじゃないってことをここで付け加えておきたいんですけどでもこの考え方全員違いますからねうん。アイドルらしい アイドルらしいいっていうのベビーメタルメタルを好きで見ていたところでのアイドルとして垣間見れるスーメタルとかの可愛さっていうところこれを可愛いという風にしてる人には可愛いの専門家から少しハードロックとかやってみるっていうとなんちゃってに見えるんだと思いますしこういうようなことの行き来 僕はずっと前の動画から言ってる気がするんですけどどの地点から何を見るかっていうところで回答が変わってくるものそこの中でのさまざまな見方を今回も書いていただいているんじゃないかなと思っていて非常に理解が深まるそんな気持ちになっております引き続きお願いしますあたすじゃあ続いていきましょうかえっ、ー、と車いすさん、えー、あこの投稿は読まないでくださいと言ってるのですで、ねえー、私これ理解しておりましたので 引き続き続何かしらの動画で、えー、お付き合いお願いします。ありがとうございます。続いてまいりましょう。えっ、ー、と、いつものは田中さんですね、えー。田中さんはこれね、おすすめです。ライブグランダ TV197071 をやっていたよ、えースライ。スレイドスフリーステータスコーディーパープルですよ。そういえば、国尾さんはクリーム、ヤードパーズ、スモールフェイセス、風はなかったっけありがとうございます。 ロックハードロックのなんか番組がやっていたということをおすすめしていただいてるんですよね。でお答えしていくとこれ、えー、とも,うもちろんこれこ書いていただいてるバンドよくご知っておりますし、えー、昔ジャニスなんていう僕はお茶の水にあったビデオレンタル屋と言っていいのかな、まあ、レコード言ったりさましてたんですけどそこで昔の映像もう画質どうしようもないですけどね結構な額を当時、えー、拝見してたの覚えてるんでねっ これも多分その時に見てたような気がする。で、僕、フーありますよ。ザ・フー大好きです。当然ながら。まあ、フンスモール・フェイシス・フー・キンクスなんていうね、モッドの代表的なブリティッシュビートって言われてるようなものは嫌いなのないです。結構深掘りもしてた時期が長かったやつですね。うん、まあ、大好きです。じゃあ、こんな、こんな話もまた引き続きしていきましょう。ありがとうございます。 まあ、ベビューメーターのね、ルーツに間違いなくハードロックはあると思うんで、この辺の話も音楽的な視点で深掘りしてきたら面白いかなと思ってます。引き続きお願いします。じゃあ続いていきましょう。えっ、ー、と、近藤右門さん、えー。この度は私のコメントにご返答いただきありがとうございました。国尾さんの見解を聞けて胸のモヤモヤが少し腫れたような感じがしております。よかったです。ね。お互いかもしれないですね。引き続き、なんかまたモヤモヤがありましたら。 お付き合いください。お願いします。果たすじゃあ続いてまいりましょう。えっ、ー、と、三枚坂歩さん、えー、サイコメになります。ご質問の今後の音楽の打ち出し方について自分なりに真面目に考えてみました。歌唱書きになります、えー。音楽界全体、1、国尾さんの説明通り音楽の細分化が進んでいる、2、サブスク全盛時代が来る、3、CD は一定量売れる。 オーディオ趣味はなくならないので、良い音質で聞きたい人は必ずいる。また、本と同じように好きなグループの CD を並べておきたい人はいる。4、事務所なしで SNS で自分の音楽を世界中に告知できる時代になる。事務所はネットで有料アドバイスサービスを開始する。売れるキャラは事務所で囲い込む。5、ライブ、ファンクラブが収益源の柱は変わらない。SNS で音楽情報を無料告知し、えー、会員費。 ライブ、グッズ、過去通販、過去都市で収益を上げる。6、ライブはマスクなど何らかの対策がなされる。7、他の方も書いているようにクラウドファンディングが使われてくる。えー、で、もう1つトピックを挙げてくれてました。音楽の方向性。1、音楽の売る側と買う側のニーズがあったとき、買う側が財布の紐を緩めることは変わらない。音楽の細分化、ファン層の細分化に適合する音楽を提供することで、一定数の購買力は見込める。2、 えー、提案型音楽提案型のエンタメで需要の掘り起こしする3いろんなジャンルの中にも瞬間はあるあ隙間はあるので隙間産業かっこイメタルとアイドルの融合かっことに挑戦するいろいろ考えましたが難しいです一般的な返答しかできません国尾さんの近未来像を聞きたいですね いやー非常に丁寧にそして整理されたコメントしかも複数の角度からご回答いただき私も何ていうかこういうのを対応していただいたのに感謝しますありがとうございます。ねこれね拝見していてまあこうみんながこれは思っていることなんですけど言葉にしていただいたということだと思うんですよね。 なんか特別意外にあこれすげえあーそうだよねっていうような何て言うかああそうだよねはあるんだけどこれ意外だなっていうところはそんなにないジャン,ジャンルラインナップなんですけどでも1個これキンキンで何かされるって言ったらこの音楽,会音,楽、うん、音楽界全体って最初のところの6ねライブマスクなど何らかの対策がなされるのこの何らかを今めめちゃめちゃゃ議論してるってことですよそれはなんかあの、うん、ソーシャルディスタンスなのか もうこのマスクなら世界中だと思うんですけどこのマスクならライブ OK みたいなことだけど歌ってるやつがお前飛んでんじゃねえかとかさまざまじゃないですか,かそこにこのガードをするのかなど本当さまざまだと思いますですけれどもこれは一番、うん、これからやんなきゃいけないことだし近々の課題なんだろうなと思いましたねで他の部分はもう、 ね。少々このコロナショック前から少々のところではお話が出ていたところなんだけども、加速させるきっかけになったというような印象ですよね。そんな感じですね。あと、音楽の方向性の部分のところね。これね。僕面白い面白いというより、非常にこの面白い <laughs> 面白い。にとっちゃった。えっ、ー、と同じ感性な気がしているのは2の部分でえっ、ー、とエンタメで需要の掘り起こしっていうところっていうのが今。 おうち時間何度も言ってますけどインターネットで昔のものをいくらでも掘り起こせる時代になっている YouTube とかもそうですよねこの中で気気づいいたたもものののを再構築すすすするるる形として新たなものって新ななっうがが僕先行する気がするんですよなんか前の動画でも言ってたと思うんですけど一時創作で何かをやっていって第1はファーストペンギン的なやつですよそれやっていくのは結構リスクが大きいし移動しなきゃいけないんですねだけど家の中で過去を掘り出してそれを再構築していくものって ニーズももうある程度固まったものがあるし進めやすいんじゃないかなと思っていますなのでこの2の部分というのは特に僕っていうのが1個進める上では分かりやすく具体的にい今すぐでもスイッチを押せるやつなんじゃないかななんて思いました引き続きいろいろご意見いただければと思いますで僕の近未来像というのはこんな感じの回答ということになりますんでもうちょっと深掘りしたいところこんなことは国をどう思ってんだってありましたら遠慮なくまたコメントめんどくさくてすいません書いていただければと思います 今後とともよろししくお願いいまますすありがとうございますじゃあ続いてまいりましょう。えー、田中さん、いつもいつもですね。さらにおすすめでジミヘ編の、えー、ザ・スター・スプラングラット・バンナーです。合ってるかなえっ、ー、と、日本でも国歌をあギタリストはビーズの松本さんだったかなジミヘ編狂気すぎる、松本さん綺麗すぎる、こんな感じです。うん。うん、ジミヘン編もう一個あの付け加えるならば、 狂気というのもあるけど本人なんか自分で自分を壊したい願望もあったんだと思うんですよねこれジミーページも言えるかもしれないですけどもう固まったスタイル型はできるんだけどそれを外していくまあ嘘か本当か知らないけど自民編なんていうのは右で弾けるのに弾けすぎるから左で弾いたとか説あるじゃないですかまあそんな <laughs> いうようなことでもうこういう、うん、こういう音の体からにじみ出てきてる音の塊がたまたまギターという楽器を もう体として扱えたっていう人そういう人の話っていうことだと思うんですねなので本人に眠っている狂気といえばエナジーでしょうけどそこの情熱みたいなものがストライクで出せたっていうことだと思ってます松本さんは日本人気質ですよクラフトキ質ですよ職人ですねこの職人的な部分でどのプレーもどの 例えば解釈地味編のプレーというのは解釈というところもおそらく外したところとかその狂気的な部分っていうおっしゃるところっていうのは再現できる派のギタリストのはずなんですよだけれども多くのプレイヤーと一つのものを作っていく上ではある程度このリズムのルールそして尺拍音色とかは合わせやすいもののルールというところを選べてしかももう平均点が圧倒的に高い方っていうそんな印象です。でギタリストととしてももこの2人とも ね、多分僕がお話しするよりもっと的確に語れる方がいらっしゃるそれぐらいもう究極に近いレベルの方々のギタリストのお話だと思っておりますでも取り上げていただいてありがとうございます引き続きお付き合いお願いしますじゃあ続いてまいりましょうえー、と山本明さん 他の方のコメントで日本の音楽界は80%が日本のアーティストという話があったので邦夫さんが17歳から音楽に絡んでいたそうなので私が高校3年だった1975年のオリコン年間ランキングを調べてみました全部を書くと長いので年間50に複数入ってるだけ書きますね笑いまず井上陽水6作、えー、とあこれ何だったっけ小林家何、えー、だっけ忘れちゃった。 えと4作「かぐや姫」「かぐや姫」<laughs>「3D グリーズ」「カンペーターズ」3作「ダウンタウンブギウギバンド」「セラあ・布施明」「キャロル」「荒井由実」「オリビア・ニュート・ジョーン」「ビートルズ」2作昔はジャンル分けも邦楽洋楽分けずに洋楽さえ分けずにランキングをしていたんですね「あこれ日本国内ランキングです」あ「あこれアルバムランキングです」「一作のは書きませんでした」 なんと年間50のうち15作が洋楽でしたシングル50では2作入ってましたあの頃もジャンルウオタはいましたが年間50あるいは100だったとしても聞いたこともなくても一般老若男女が名前ぐらいは知っていたのではないかと思われます「音楽の未来」という問いかけですが私過去私よりも前過去当時日劇ウエスタンカニ日劇ウエスタンカーニバルで」で え騒がせていた方々がロック、えー、フォークへ GS、GS 過去グループサウンドです点点点、ガソリンスタンドではありません、過去笑い点点点、これは国尾さんではなく若い方へ、点点点マジでわからない人がいますから、過去年 <laughs> GS からロックパンクへ、フォークからニューミュージックへ、ロックフォークからアニソンへ、点点点ご当地演歌にロック演歌、ご当地ムード歌謡、キリがないので先に行くと。 パイが大きくなるときは音楽に限りませんが融合していきます限界が来ると自分のパイを守るため細分化して似たものを排除にかかりますですから音楽が大きくならないな,るなら細分化した上で全部包み統合化すると思います例えば医療がそうですね昔は内科と外科医くらいしかなかったですが今は診察科目がたくさんで聞いたこともない診察科目がありますでんてんてんで 今大病院ででは総総合合というのががありますすねね音楽も総合化が必要です、ねえー、ベビーメタですが中本鈴は3歳でモデルを始めて、えー、カレンシスターズ括弧小4ですね、うんでえー、ベビーメタルの目に留まり桜学院ができる前に3人組構想があってアミューズ会長の号の、うん、内託もありメンバーを探していたのですが中本と同格で歌もダンスもというのがなくて。 えー、桜学院から由比も中本鈴鹿の周りを飛び回る天使にして3人組を作ったと言われていますコアメタルは初めからダンスメタルダンスユニットを海外に持っていく構想があったようなので方針転換ではなく時期的にワープして中学生で海外進出したようです木を見るにりんてんてんてんということでしょうかああついでですがアミューズの会長はキャンディーズのチーフマネージャーだったようですね 長文ありがとうございますそして、えっと、私のちょっと漢字力の足りなさで生ぬるくてす戦ません。もう勉強します。すみません。で、このね、僕の生まれ年にわざわざ合わせていただいてデータまで調べていただいてありがとうございます。もう井上陽水なんか大好きっすね。うん、大好き。ダウンタウンブギウギバンドね。セラマサンドやラ井由ミさん時代のら井キャロルはこれ、キャロルこの年解散でしたっけ ちょっとよく覚えてないけど <laughs> 当然覚えてないんだけど後追いでねデータがってことですねビートルズ2作はこれベストバンクなんかですかねオリビア・ニュート・ジョンもいいですねで洋楽の方が多かったというようなデータこれ僕そんなに調べてなかったんでこの日本のランキングの動向アルバムランキングって知りませんでした勉強になりますありがとうございますねでこの音楽的な系譜ですよねニューミュージックロックフォーク言い方ですよね ニューミュージックって今誰言っても何にも伝わんないですよね。<laughs> 多分ね。フォークは分かるだろうけどね。うんもそれもよくありますよ。いろんなジャンルで。ドラム、ベースなんて今言ってるかどうかとかね。テクノっていうのもエレクトロと言ったりとかそういうことだと思います。 でこの流れの中で、えー、一番僕は面白いなと思ったのはここをベビーメサのところの流れにつなげているところなんですけどこれやっぱアミューズ会長というところが音楽のいわゆるヒストリーを知っていてそこを当て込んでいるっていうところがこの大きな文章の中の面白さなのかなというふうに受け取りました。カレンコの絶対ですよね知ってます知ってますあれ流行ってましたがこの曲ね オーバーサルインボーでしたっけオーバーサルチャーでしたっけ <laughs> タイトル危ないこの曲もどのアニソンクラブイベントでもアイドルイベントでも一時期超定番中の定番だったですね。あんまそういう意味でもなんか時代が彼女たちをなんいうかなボールにしなかったというか。常にストライクゾーンに置いたっていうようなことは言えるかもしれないですね。そんなこと思いました。 またなんかこれね、えーと、せっかく説明してくれたんですけど海外進出のところっていうところの伏線になってたかどうかこれだけではちょっと読めないところがあって僕海外進出のところでベビメーターは偶然だった論っていうのがほぼほぼ正解だと思うんですよ。確か小林さんもそ,れそんな発言をしてたと思うんですよね。 なので、この時点から考えてやっていたっていうのは少し発言を振り返ると考えにくいかもなと思ってるんですが、何かそこに散りばめていて、ここだっていう時にゴー押したっていう可能性もあるんで、なんかデータ拾えたら、今につなげていくところでの深みになる、厚みになるって方が正解ですかね、になると思うんで、ちょっとまた引き続き情報交換していきましょう。そんな感じです。ありがとうございます。なんか回答適当だったらまたごしてください。あざっす。じゃ続いてまいりましょう。 えーとノーゲイン、ノーペインさん。レッスンは求めませんだそうなので、えっ、ー、と、はいはい、これは、このままにします。あ、もう、僕、最初にお読みして、これね、比較的僕、YouTube つきっきりなんで、お読みしてます、最初に。引き続きお願いします。ありがとうございます。じゃ続いてまいりましょう。えっ、ー、と、ぬいめあいりさんでいいのかなえいりさんなのかな えとベビメタがアイドルかどうか論争に終止符を打ちたいと思いますアイドルは実写版アニメですアイドルはアニメのキャラのヒロインを演じる女の子かどうかアイドルがアニメのヒロインのキャラならどんな役も演じることが可能ですその世界観の設定に合わせて天使でもくまでもヴァンパイアでもパンダ報告のお姫様でも。 あその作品のアイドルがアーティストの場合でも萌えキャラで握手会をしててもカテゴリーは非現実のアニメの世界だと考えればベイメタがアイドルかそうでないかは結論がつくと思います。P.S. 初投稿の文明が気に入らなくて、えー、と削除してしまいここのルールが分からずにご迷惑をおかけしたようでしたらお詫びします。追加すいません後から見て見やすくするためにカッコを変えさせてもらいました。 ご丁寧にそしてお、えー、気遣いとあとなんていうのかな、すああまり気にしなくていいところも気にさせる繊細な方ということがわかる文章でしたありがとうございますねこれまずね論争は僕の多分せいなんですよでおっしゃってるところはすごくわかる僕多分ディズニーランドのミッキーみたいによく表現するんですよこれ継永桃子動画の時に言ってると思うんですけど継永桃子が例えやすいんです彼女は なんうかオンオフも関係なくアイドルつぐなが思うことを認識する人間が一人でもいたらバックヤードであろうか表でああろろうう表絶対モンンなんですよこれはミッキーマウスもそうですよね絶対ミッキーマウスの存在が見えるという角度どこであっても絶対ミッキーなんですよ。これにすごく例えが分かりやすく集約されてる気がしててここやってる子っていうのは僕はアイドルっていうことをよく理解していて目指してるなっていうふうになんとなく思ってます。 だかっって言ったら鞘師はそっちじゃないんだよ <laughs> これが面白いところでだ,だからベビーメタルとかに入っても「さやしりっていう持ってるものから引き出せるっていうのはあるんですよね。で2010年代のモーニング娘。像の中ではいろんな若い子たちにも今も憧れの対象となっていてすごく時代にアジャストしてんだと思います。 ででミッキーみたいなのアイドルじゃないかって言ったらいやこれはこれでまた需要があるのよなのでアミューズメントパークの中でミッキーマウスが必要なアミューズメントパークとミッキーマウスがいらないアミューズメントパークこれも細分化されてるというふうに考えるととても答えに近い気がしますよねで証言されたアニメの世界ねアニメの世界も重要だと思いますでもアニメというのは前提があく,あくまで二次元で これは2次元2.5次元3次元という趣味の細分化ずいぶん昔からある趣味の細分化だと思うんですけど僕1970年代ぐらいからこれは原型があって80年代には全然具現化されてカルチャーとしてあったと思いますね日高紀子さんの時代とかね、まあ、僕らの時はシーナヘキルなんていうのはすごい流行ってましたけどなんていうかそこですよでハローで言えば何度も申し上げます「キラレボ」で僕で言えば「アイドル伝説エリコ」田村エリコですねそんなようなとこ ママククロロススももそうでですすよの名同じこの辺って全部実は2.5次元2次元3次元は昔から細分化されていて唯一2.5次元というグレーのみが幅が広く人気のスポットとしては真ん中に今でもあるようなそんな気がしてますねビジネスとしておいしいのはおそらく2.5次元だけども3次元2次元であればクリエイターとしてはいきなりスタートして、えー、夢をつかめるような状況にどっちもあるようなそういう印象です もちろんここのプロフェッショナルって圧倒的ですからそれもそれで簡単じゃないんですけどだけども、うん、地下っていうのもあるしいわゆるコミケみたいなところで2次元であればコミケみたいなところのローカルというのも成立するアイドル3次元で言えば地下アイドルというのも成立するそういうような超細分化が揃っているというのが2020年の2月ぐらいまででさあ3月以降今新時代を迎えるためにどうしているかというようなそんなような感じがある気がしてます。 ね、ですけどもこの表現とてもよくわかりますねえ、うん、僕ねこの論,論争にしない方がいいのも分かるんだけども論じてもこのように今はこうやってお話できるような、うん、僕はお話できたると思ってるんですけど広がりが感じるんでワードとしてはいいのかなと思いますねただ一個言えるのは誰かをこれで不幸にしちゃいけないんでもしそういうような僕が危険性のある発言をしていたらご注意いただければと思っておりますご指摘ですね 引き続き続ちょっと楽しい話は続けていきたいと思ってますので、えー、と全く気に入らないところはないので、えー、と思ったことそのままお返しいただきゃいければと思ってます。引き続きお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いて、えー、お読みしますね。あ、同じだ。伝統失礼します。最新の体型について <laughs> 鞘師の体型についてモー娘。時代でも体力の許容範囲を超える疲労が蓄積した時に体力をつけようと必要以上に食べてしまいライブでも激しく動いても太ってしまうと言ってましただからといってどうということはないのですが同じくこれムイメエイリさんありさんの回答というかコメントですね ね、これねこの話をして嫌がる人書いてたりして僕ねちょっと一つのの書き込みででででもももどんなものでも読んでるんな読るすよでここでコメントをお返しして、えー、一つ言っておきたいんですけど体型について何かを話するって時に考え方はエンターテイメントで表に出てる人というのはそれも受け入れてそこに対して、えー、自分っていうのは取り入れてるはずなんです。なので僕が僕から <laughs> 感覚としてはですけど大きかろうが小さかろうがどっちでもいいんですね僕自体は。 だけどもそれによって、えー、とどっちの意見も出ることが分かっているから分かっている意見であればあーポジティブになるように解釈感覚というのは表現していくというのが僕の考え方です。それは前提に少しお話ししていくと鞘師自体の体のの型といいうのは多分生でで見たらちっとも太くないんですよ。これは「モーニング娘。」昔見ていたズッキーさすがにズッキーは大きい時あったけど。 でも今の女の子で例えば佐古和田桜子サコっていうのは拳ファクトリーっていうところでいたんですけど彼女も生で見たら全然大きくないんですただ残酷なのは隣に比較する時にあまりにソリッドな細い子たちがいるってことですよここに対して比較されるのはしょうがないそれがエンターテインメントの世界でアイドルとかモデルとか女優全部そうですよねどうしても比較される でも僕はヤシリホを見る上でここが一番のポイントじゃないことはよく分かっているんでまあ今見てても単純に全部超えて可愛いじゃないですかそれでいいような気がしてる分野ではあります、うんね、で10代後半のさ時に栄養を取らないで倒れられるより全然いいよってことですよねそれ超えてる魅力があるよと思いましたちょっと文章をお借りして回答しました質疑お願いしますありがとうございますじゃあ続いてまいりましょう田中さん えー、ここみたくアップ主と米主の対話ができるなんて珍しい国宮さんは頭いいですねいえいえあのーうん、皆さんが賢い感じで書いていただいてるのであの工夫しながら書いていただいたいのでちょっとあの懐お借りしてます、ね、え引き続きお付き合いお願いしますあいつもありがとうございますじゃ続いてまいりましょう、えっと、ゆいかさん登録者1000人おめでとうございます今日最新インスタライブありました 可愛かいろいろと情報が垣間見えましたね。またそれを受けての動画お待ちしてます。ね、もうそうそうそう、これ5日前に書いてくれたんだね。そうそうそうだから5日前に1000人登録し、登録者1000人というのも皆さんのおかげですけど、改めてありがとうございます。ね、到達し、審査が3日かかり。で、広告載せられるという許可がおり、で、それは、あれ、オークション形式らしいんですよ。なんでこのの今動画の中でも 時々広告が入ってくるはずなんです僕も確認しましまたでそれも瞬時にオークションが行われていてそこで入るらしいんですよね。うん、これの良し悪しというのは僕ももうちょっとこの動画とかも客観的に自分の YouTube スタジオじゃないところとかで見てみてただポイントまでね広告のポイントまで自分でコントロールするっていうのをやると倍時間かかるのよ。ねこれどうするかですねで。しばらく、うん 1>, 1ヶ月ぐらい僕直近様子見てみて何かしら様々な人と相談してみてもあるけど自分のこの動画の形のベストなところを探していきたいと思いますのでこれからもよろしくお願いしますあとこういうなんかあれおめでとうございます嬉しいですね頑張ります引き続きお願いします続いてまいりましょうえっ、ー、とくも19633 えと感動基軸は認めるがそれは個人的なことなので AKB で感動しなかったはいらないでしょう自分は逆でハロプロで感動したことはないし高橋みなみの歌声はとても良かったコメントありがとうございますうん、うん、えっとねこれ矛盾してるんですよ文章あどこかというと う僕の悪かったところ、何て言うのかな、AKB で感動しなかったはいらないでしょう,う、僕がもしそれ言っていて、そう捉えてしまったんだったら申し訳ない、コメントに対して、えっと、同調するような部分で気を悪くされたということなので、そこは謝罪いたします。が、ならばですよ、逆でハロプロに感動したことはないしっていうのは書かない方がよろしいと思う、ぼ僕のところはいいです言葉に矛盾化しているととうことです。 ね、なので僕のせいでこの心を書か,かせてしまったことは謝罪いたしますけれどもこれによって矛盾を生じてしまっているですからお互いですね、えっと、今回のこのやり取りでなんか気持ちを引き締めるような仲になれたら幸いでございます貴重なご意見ありがとうございました引き続きお願いします じゃあこの動画のコメントはここまでということでして次のえと動画ですね誕生日前日にえと私が挙げました「鞘師リりほービビメタルモーニングねファンへおすすめ歌手編曲参戦」という動画ここにコメントをくれた方々へお返ししてまいりますえっと車椅子さん演歌は日本の心というのはテレビ番組のサブタイトルだった記憶がありますあやの部屋とワイシャツを私聞きました納得です小田のバージョンも聞きました国尾さんの意見に激しく同意できました いいや嬉ししですすね感謝します、ね、あこれまず演歌は日本のの心というのを理解できましたそして「部、ね、屋とワイシャツと私」これ小田さんのバージョンも聞きましたってことは僕の「小田桜」動画を見ていたんだいたと思うんですねそれで松浦彩ちゃんの「部屋とワイシャツと私」と「小田桜」の歌う「部屋とワイシャツと私」というののの比較に対して少々僕がコメントをしておりますまあバット評価の多いやつですね まあですけど本音で語るとなると歌の世界というのは聞き手の思ったことっていうことが絶対になっていてこれで織田桜をディスってるわけじゃないんですけどね。うん、で同意いただいたのはそこが伝わったんだと思います。まあ、今後とも僕は音楽ファンで歌のファンですからこういったところというのは何もなん言葉は選ぶが気を使ってということじゃなくてこう思ったということを第一に挙げてお話ししていくそういうふうにしていきたいと思っておりまますす引ききき続おお付合いいい願しありがとうございます。 じゃあ続いていきましょう。えっ、ー、と、お朝比奈さん、いつも楽しく拝見してます。千人突破おめでとうございます。田村恵理子というパワーワード。えー、作編曲、全く分かりませんので、えー、ただただ好きな曲をあげさせていただきます。笑い。アイドリング、カッコなどあって、カラなどあって、カラ良きところで。えー、最後の新曲で、えー、初期の頃のどこか、何だこれ。 国家的な曲調にアイドリングのすべてが詰まった歌詞。ね「引用座」「組曲」う「キュービ」ー「あこれ曲総膳」でいいのかなすいません。ね「歌謡メタルで何が悪い」「黒猫さんは自分の中でメタルクイーンです」「数メタルはお姫様」「中島めぐみ」「ランカリー」「聖火飛行」「ライオンやノーザンクロスも良いですが自分はやっぱりこれ」 いやありがとうございます。おめでとうも。感謝しますね頑張ります田村えり子も教会に頂きありがとうございますメイビードリームというファーストブも本当にいいんで、まあ、それも聴いてほしいと思いますねでこのねおすすめいただいた曲ちょっとこれねあのまだ聴き損ねてるんで聴かせていただきますすいませんね、うん、でこのこれ回答できるのはランカリー青函飛行アイドルっぽい曲ですしね振り付けもあって まあこれ僕マクロスナイトというイベントやってるんですけど大ヒット曲ですし現在マクロスフロンティア現在というか直近の最新ですよねフロンティアの方のバージョンも全然大ヒットですイベント中超盛り上がる曲ですねノーザンクロスライオン・ローザンクロスね分かりますよねマクロスねもうちょっと話したいんだけどマクロスの話僕がしてもそんな再生数がなんか微妙なんですよなので しばらくアイドル方面というところ、特にハロプロなんですけど、ここで連鎖させていって、あるタイミングでまたこれもやりたいですね。うん。曲クオリティ高いですからね、マクロス。同調しております。じゃあ今後とも遠慮なくご意見お願いします。ありがとうございます。じゃあ続いてまいりましょう。えー、っと、つるぎまんじまるさん。こんばんは。毎日配信まだかまだかと楽しみに待っている自分がいます。 私、音楽に全然詳しくないのですが、国尾さんのお話聞いて、世代も同じ、共感することばかりです。ジュリー、ピンク・レディキャンディーズはハロプロ好きは聞いておいて間違いないって分かります。ペッパー警部ーや、初中お見舞いもカバーしてますしね。過、え、去、ー、かっこ自分は愛理の残暑の方が好きで、そっちばかり聞いてましたが、笑い。 国尾さんが3つ曲あげ,げたらとおっしゃってたので全然音楽に詳しくないですが勝手に好きな曲心を打たれた曲あげさせていただきますイーグルス・デスペラード千秋奈緒美・喝采ベロニカズ・アンタッチド詳しくはないので自分の中で好きだなとパッと思いついたのを書いてみましたカッコ笑いハローだと無限無限でいいんだこれ危なかった 無限クライマックスが自分の中で一番です。世界観や大森聖子さんが解,解散決まって歌詞にメンバーの名前を入れたところや曲の素晴らしさに加え愛がすごいなと。<laughs> まず曲を上げていただいてありがとうございますね。ね無限クライマックス」が自分の中で一番。これ難しい曲ハロプロ研修生が、ね、カバーしてたりするのを、ね、ビビりながら見てますけどね。 そわそわしながらみたいな <laughs>、うん、いやー面白いこのつこう繋がっていく聴き方ってハロー聴いたりするとありますよね、うん、なんか楽曲的に適当な楽曲ないんですよねクオリティ超高い外した曲でも曲に理由があるとか意味があるそれが僕ハロプロの曲内の気がしてるんですよなんかそこ捉えていただいてるような雰囲気が勝手ながら 文章から垣間見えてきました。ね、<laughs> そ,うそうそう、ピンクレディーキャンディーズはカバーしてるんですよね。あのね、ウィンクもやってるんですけどね。まあ、ウィンク実際、相田翔子さんが事務所の先輩になってるっていうのもありますけど。うんまあ、音楽の趣味こういうので広げていくのは楽しいと思うんで、引き続きお付き合いいただければと思います。ありがとうございます。では、三島市を続いてクケさん、今回の動画を見て自分が好きな歌のポイントは歌い手の性質と声質と。 歌詞だから楽曲が好きって方とは好みが違うのかななんて思いましたちなみに自分が初めて買ったレコードは山本リンダさんの「どうにも止まらないか」か澤田研二さんの「あなただけでいいか」えー「子連れの狼」のテーマのどれかで数年前まで所有していましたが引っ越しの時にすで、えー、に処分し,てし処分しましたプレイヤーをもう持っていなかったので、えー、苦笑い 昭和の歌詞でな山口百恵さんの名前が上がらなかったですがあ系列的に個人的には松浦綾さんは松田聖子さんや中森明菜さんよりは山口百恵さんの方が近いと当時感じました。えー、と陰と陽の差はありますけどね苦笑い。でこのまま続けてくれてますのでお読みします山本りんさんってもしかして日本で初めてテレビでへそ出しルックで歌ったアイドルかな当時山本りんさんがへそ出しルックで歌っただけで翌日の学校ではその話題で持ちきりでした。 今やアイドルがへそ出しで歌うのなんて普通のことでハロプロのアイドルのへそ出し率もかなり高いですけどね当時は PTA からのクレームがあったとかで問題視されていましたね苦笑いアイドルの進化って点ではバラエティ番組にも積極的に出ていたキャンディーズは当時のアイドルとしては珍しかったような個人的な思い出ではその後人気のあったピンク・レディーの方がバラエティ番組出演は少なかったような 逆にピンクレディはグッズ展開がが多かったのが印象的です。シャンプーや人形カードレコード型の消しゴムなんかもありましたね雑誌にもピンクレディ関連の付録が多かった印象でサウスポーのバラバラ写真で、えー、幼少期に振り付けを練習,して練習した思い出があります苦笑いいいや苦笑いたくさんですねありがとうございますそうそうこれね山口百恵ね出さなかったのは確かにだね ちょっと時代の中で僕ね王貞治長嶋茂雄山口百恵1980年に引退してるじゃないですか1975年生まれでこの時の印象がやや薄いのよだけどガンダムとベルサイユのバラはとても覚えてるだからこれ子供だったってことですよね4歳5歳の時に79年がガンダムベルサイユのバラスタートで80年の王貞治長嶋茂雄ラストの監督イヤーですよ第1期の。 と山口も思いが薄いんだけど山口も思いの歌は散々聞いてたのよだからちょっとここで不思議なんですけどピンク・レディーとかの人脈人脈じゃねえ文脈少しずれてんですよねでもおっしゃることこの通りなんで僕がちょっとミスってたあのチョイスで入れないのは失敗した申し訳なかったで松浦彩のこのねこの観点面白いですね山本リンダさんを出してくるっていうのは僕ちょっと頭の中いなかったですね でなるほどってへそ出しの部分でつなげたのは新ワード入りました。ニューワードが入りました。面白いです。ね、だこれだどの時点が本人の最初かオリジナルかによって考え方変わるってことの代表的な文章ですよね。でサウスポー、このピンクレディに関してはねこの時代生きた人でピンクレディなしにはできないですよね。アイドルグッズ含めて。だ お姉さんがいる家庭に同級生とか遊び行くじゃないですかどの家にもあった <laughs> そんなかってぐらいありましたよね国民的アイドルって山口も思いもそうだったのかもしれないですけど僕の記憶の中でピンクレディ以上ってちょっとちょっとないんですよそれぐらいそこには間に合っちゃってるしそことっぷりなんか受けたような気がする長引いてた気がする 今だって新宿の2のつく方面に行ったらピンクレディーで超盛り上がってるシーンってありますからねそこイベント作るのお手伝いしたこともありますしうんまあピンクレディー改めて偉大だななんて思いましたいやあの非常にこれ分かりやすい文章で時代背景も後追いなんですけど追いつくところもありますし自分の中で今後の表現のところ改めます引き続きお願いしますありがとうございますじゃあ続いてまいりましょうつるつるさん、えー「ザ・マテンローショー」 大好きな曲でです。思わず体が動く感じですアレサ・フランクリンといえばハロプロ的には岡本図の浜岡本さんが高木佐きちゃんとトークする時によく引き合いに出しますよね笑いアレンジャーといえばピチカート5の小西さんも小西さんにももう一度ハロプロ曲をアレンジしてほしいと思います個人的に金沢さんの歌声に野宮真希さんの雰囲気を感じるので小西さんの曲と合う気がします動画の趣旨と少しずれた感想かもしれませんが長文失礼しました ハい,い。オカモさんね浜岡本さんもハイセンスだから、うん、謙虚だし浜岡本さんすげえよジュースのメンバーも言ってたんですけど僕武道館で浜岡本さんがベースを弾いて、えー、というか生バンドでジュースジュースが2曲歌うシーンってあったんですよなんか本人もそれ本人たちもですよ浜さんも含めて思い出に残ってるなって言ってる動画あったと思うんですけどあ,あれ感動的だったっすね カリンちゃんの暴走もねなんか最近取り上げられた気がするなそれも面白かったしまあジュースファミリーはほぼほぼ見に行ってたんですよね武道館でのジュースっていうのを先取りみたいな、うん、ああれ,あれよかったあれ良かったなピチカートねピチカートは考え方なんですけどこれ松浦への「ねえって曲うあれですよ「パフューム」じゃないです「ね」でからのエですよ「ねえへ」の曲とかは小西さんなんですよね これ野宮さんの金沢三論って面白いなと思いました面白いなと思った比較してなかった、うんうん、これちょっと発見ですね今度もうちょっと曲によって友子がカバーすれば面白いねそしたら一番分かりやすい野宮さんがジュースをカバーはちょっと考えにくいからねこういうお話好きですよ <laughs> 想像が膨らむってことですね まあ音楽ファンの話なんていうのはどんどんいくらでもしていきましょうつるつるさん同調いただきかつなんていうかおもご自身と趣味が合うっていうことだと思ってますけどそんな表現ありがとうございます引き続きお願いします 続いてまいりましょう田中さん、えー、と国野さんどうもありがとう私のために10分くらい時間を割いてくれましたまたまたあよもやま話ですが昔松田聖子は目標としている歌手はとの問いに初期の岩崎宏美と答えた、えー、聖子ちゃんは今でも10代の頃のようなドレスを着てコンサートホールで歌ってます岩崎宏美も現役ですけど残念ながら裏声が多いようです昔えっ、ー、と板の旬これ忠夫かな ジャニーズジュニアスペシャルはのの移民の歌を懐かしいいとこありがとうございます、ね、これ田中さんの前の10分ぐらい最多たは音楽としての許容範囲というのが広がるうー提案をたくさんいただいてたので、まあ、僕はこういうチャンネルで音楽のそれこそ幅が広がることというのが一番自分も楽しみでやってるんで。 そこに回答させていただいたと思うんでまあ皆さんが共有できるところピックアップなんて偉そうですけどさせていただきましたえっ、ー、と元の屋台を作っていただいて感謝しますでこの「岩崎宏美」めちゃくちゃ歌いいっすよねお,おかげで連鎖して何曲か改めて聞いてみたんですけど、うん、めちゃくちゃいいで松田聖子とは違うでも松田聖子が目標としてるは松田聖子もチョイス正解ですよねあどんな目指せよりこっち目指してもらった方が僕は嬉しいですけどね 今のは聖子さん全然違いますからね、うん、面白い面白い見解と思いましたこれジャニーズ Jr. スペシャルのこの辺って僕知らないんで移民の歌ねこれ僕の中で移民の歌ってブルーザーブローディーなんですけどね <laughs> あれで登場するって腐り回しながらプロレスがゴールデンタイムにやっていた最後の世代ですからそんなことも思い出しました今後ともよろしくお願いしますありがとうございますじゃあ続いてえっ、ー、と車椅子さんあー 続いて赤いスイートピーです。あ、これ上からつながってんのかな。いいのかな。 お読みします車椅すさんえっ、ー、と「水大会水トピー」です私の好みとして2人を評価させていただきます聖子、えー、ちゃんの声は力強さとぬれた声、えー、過去表現難しいですがが当時大好きでしたあや,やを抑えた声でしっとりと大人の声を表現してましたねしかしこの曲に関してはビブ,ロビブラートは心地よく聞こえないんですビブラートばかりが耳に残る感じですこれは好みの問題ですだから音楽は面白いのですねうんうんうん これ何かに対してのレッスンなのかと思っちゃったけどこれだけちょっとお読みしました多分僕のあげた曲に対して、えー、回答をくれてるんですね、うん、これ松浦ねこの時の赤いスイートピー何がすごいかというとうその時に付け加えてるかと思うんですけど彼女当時年一なんですよライブで本人何もトレーニングしてないって言ってるんですよそれであの歌声っていうのがやばいまあ でも僕の読みはイタさんのボイストレーニングとかに手伝ったり音楽的な探究には手伝ってるはずなんですね。なので自分の歌というのを言及してるんじゃなくて音的音感的にはだって俺が啓太だったら松浦家にいたら松浦にアドバイスこうよ。<laughs> ということだと思ってるんです、ね。だから音の調整とか音楽にあふれた日常は旦那がウィンズですし世界的に挑戦しているまだ途中ですからね。 そこのサポートしないような松浦とは思えないんでもう音の許容範囲は日々でも家庭生活の中でも広がってるんじゃないかななんていうの想像できる感じですよまあこの松浦はね情報があまりに少ないんでいろんなこと正確なこと言うのは2013年ぐらいまでならお話できるんですけどでもあの感覚ストレートに表現していただいてありがとうございます、ね、ビブラートねビブラートとしみわかれますよねポイントも 気気持持ちちいいところと気持ち悪いとととと、こころ悪感情を表現するために使ったものだから言葉のチョイスでそこにビブラートかけたことっていうのがこっちが気持ち悪いって言ったら台無しになってしまうここが超難しいのが音楽ですね歌ですねそんなこと改めて思いました <laughs> 引き続きお願いしますありがとうございます じゃあ続いてグッドグッドさんサイスさん誕生日だったんですね今後の活躍を心から祈ってますそういえば先日気まぐれ絶望ありがとうって曲を歌う彼女を発見その動画では彼女の歌声の弱点とか彼女の歌の強みとか全てが凝縮されてる感じであれ見たら今後はミュージカルの世界で腰を据えるのもありかなと思いましたミュージカルは歌って踊れるしアイドルと違って一緒ものの芸事なのであくまでも外野の感想にすぎませんがいえいえ もう僕グッドグッドさん長くもう勝手に長くお付き合いしてるつ,つもりなんですけどの中でこう,こう今まで一ダイレクトに伝わってくるもうこういう文章好きっすねでさやしのここを見てこういう風な感想っていうの面白いなと思いましたねで一流のものって何なのかっていうの多分今本人はそこより挑戦の中で いいろんな出会いを感謝それでこういうとこアウトプット今どうしような感じただ絞れてない雰囲気ではないのが「誕生日統一」のインスタライブだった気がするんでそんなな遠くくい未来にここっててチョイス出てくると思います、ね、もともとねリリウムとかいわゆる演劇女子部系のところっていうの鞘師で見た方がいいのっていくつかあるんですよトライアングルとかだったりね。 この辺って今無料でボンと見えるのってユーネクストにあるのかな僕ユーネクストで演劇参戦なんて言ってるのあげてるんですけどあそこは2016年以降なので小林里帆ちゃんがあーいわゆるミュージカルと言われるような舞台に立っていたの,のは2015年までに当然ハロプロですからなるんですよでそこまでのものでいくつかおすすめのなんてあったらあでもリリウムトライアングルでいいと思うここで表現特にリリウムがいいと思いますね 彼女の表現というのは見えると思いますのでおすすめでございます。今後ともお代わりのお付き合いをお願いします。あだすついてまいりましょう。えっ、ー、と田中さん毎日まいります。あピアノトゥナリリアルツでいいのかなすいません、えー。調律師が反応します。ではリンク貼ってくれてます。 日本本人のリアクターは本当に数が少ないですね逆に外国人のリアクションビデオベビーメタルはこの1年間で無数に増えているそんな中での調律師ですけど彼は初めてベビーメタルを聞いたようですねうんうんリアクション動画あの皆さんからおすすめ頂い,いてるんで見てますよでね僕はねまだグーグルにこういうのはさ、まあ、僕の話しちゃって申し訳ないけどなんかうん外されたくないのよ でどれを確認するかって言ったらトークだけでやりたいから国尾さんはこういうのなんて言ってくれてる人実は何人かいたんですけど僕このジャンルはもうちょっと様子見にしたいなと思ってますでも面白いのは分かる引き続きおすすめあったら拝見していきますのでお願いしますありがとうございますじゃ続いてまいりましょうえっ、ー、とこれはののびこうぼんさんねぼんって書いてあますすいませんお読みできなくてありがとうございますね リリホリホの21歳を振り返っての話はギリギリベイメタに触れた感じがしました彼女は本当に素敵な女性だと思いましたうんうんうんそうそうそう陰語表現でも触れてたよね、うん、それ分かりますよ伝わってきた、まあ、今後ともちょっとリホリホの <laughs> 一挙手一投足見ていきましょうっていう感じでございますありがとうございます続いてまいりましょう 二枚坂 M さん、えー、登録者千人突破おめでとうございます国尾さんの挙げた6曲聴いてみました。参考になります。松浦綾の歌声、久しぶりに聴きました。松浦綾といえば私、渡瀬橋なんですよ。森高千里が好きで、渡瀬橋は好きな曲の一つです。栃木県、えっ、ー、と、これはなんだ、足利市でいいのかな、にある実在の橋ですね。 えっとカシにある公衆電話やえっ、ー、と八雲神社も実在しています。実際に現地に行きカシ通りに巡ってみました。えー、渡瀬橋にはタモトに歌詞の碑がありますねでいいのかな。私にとって渡瀬橋といえば森高とお松浦の二人を思い浮かべるくらい松浦綾は森高を食っちゃっています。 うん「渡良瀬橋」の PV は何度か見たことかあ本家を超えるくらい好きです思い出したのですが10年以上前 Facebook がまだ日本であまり広がっていない時代にアメリカの女子大生と Facebook で音楽の話をしていたんですが自分の好きな曲で松浦綾の「渡良瀬橋 PV」を紹介したことがありました「森高」じゃなかったんですよ「森高」は多分別の曲で紹介笑い赤いスイートピーもですね 松浦を少し聞いてみようと思います。あれ、段原さんも渡瀬せ星を歌っていますね。うまいですね。ありがとうございます。ちょっとこれね、漢字甘いとこ申し訳ない。で、えー、6曲聞いていただいて感謝します。ねあ、千人突破。ありがとうございます。ちょっとまあ安定を目指します。<laughs> 話ずれそう。戻します。この背景とね、このエピソードうん。 なんか知ってるような知ってないようなってさだフェイスブックの話は初めて知りました <laughs> これね森高ってブランドなんですよで森高千里はハロプロアップフロントの中でも多分もう音楽番組の司会もらしてもそうだし、うん、全然角立たないですよね彼女ああいう存在って、うん、まあアップフロントとしても非常に貴重非常に重要だと思いますよ、ね、僕が偉そうに言う話じゃないです 美しいしねかわいしきれいだし、ねうん、も失礼ですけど先輩に対してで僕も渡良瀬は松浦だと思ってます、ね、つか松浦が歌うと結構僕全部松浦になっちゃうんですよどうしてかというと松浦への声が好きだから、うん、で「段原段原」もねいいですよね段原の声も好きですもうこういうのあげられちゃうと僕同調しかないな 細部のところ、なんとこの曲だけで、例えば渡瀬橋だけで全部語るなんてやっても面白いんですけど、なんかオリジナルに失礼にないように説明していくっていうことが多分キーワードになるでしょうね。まあ、そんなことも折々、タイミングでやっていきたいと思いますので、今後ともお付き合いをお願いします。ありがとうございます。じゃ続いて、ご紹介しましょう。これが今日は最後かな。えー、お伝えします。ゆいかさん。 短い格好動画ありがとうございます。見やすかったです。リンク付きの音楽説明ありがとうございます。先日サブスク始まった山口百恵さん、ないんですね。<laughs> 私は外見に惹かれすぎていますが、中森明菜さんも継承していくジャパニーズクールビューティー、アイドルという名のアーティストたちの爆発、爆発気に見えていました。ぜひ山口百恵さんの音楽もまた取り上げてください。あと広告のタイミングはすごく悪い笑い。ありがとうございます。 ね、山口桃江さんんんを外したわけでではないんですないすかその時の時代間の文脈に何となく入らなかったでも言われてみれば入れた方が良かっただからこれが3つ3つで選んだ時に難しいなと思いました今度山口百恵と例えるんだったら松浦さんも外せないし僕は生き方としては継ぐのが桃子だと思ってるんでその辺の。 なんか角度いくつかでやってみたいですね山口桃江さんは全然いろいろ語れる角度多いと思います多分僕が語るより適切な人絶対いるんですけど子供の頃当然当然覚えてるスターではあるんですよだけどまだ子供だったなっていう感じですよ、うん、ジャパニーズクールビューティーですねこれね山口桃江さん好きだったら違うかもしれないですけど平井美代ちゃんって美容図にいる女の子がいるんですけど ここ僕、雰囲気近いと思いますよ。で平井美桜ちゃん、もしチェックしてくれるんだったらチェックしてみてほしいですね。な、ま、ん、あ、でかというと、僕はめっちゃ好きなんで、共感できたら嬉しいなって話です。うん。ね。で、<laughs> そんな感じでいいですかね。うん、中森明菜さんもね。うん、いいね。わ、うん、かります。応援してますから。で、広告のタイミング、さ最後、これいきましょうか。これね、ど,どういうふうに悪いのか、僕、ちょっと客観的にまだ全部わかってなくて、会話の途中ってこと それともなんか画像ってこと、うん、なんか会話の途中のはコントロールできるらしいんだが見直して入れて確認してっていう作業だと多分3倍まではいかないけど倍は確実にかかるわけですよ。ですよ <laughs> で自分どういうことかって自分で自分の話した話を2度見返してる時間っていうののねなんというか恥ずかしさっていうのはないですよね。でそれをもうう回っていうのがすげー 今悩んでます、うん、でも、うん、もうお付き合い頂いてる皆さんがあってのことだから考えながら頑張りますよ。さあそんな感じですかね今日は。でもう一つの動画の方の回答というのは機会を改めて、えー、近々明日か明後日の方に差し上げたいと思っております。 でせっかくですから動画の最後にさやしりほちゃん、えー、と22歳というところを迎えてこの前編後編という風にお話ししていたので後編の最後にさやしりほちゃんの22歳というのは僕今近々でどう思ってるかということをお話しして動画を終わりたいと思っております。えっ、ー、とねりほりほ。リホリホ本人も この,この動画でも冒頭でも言いましたが本人も実際の21歳の1年間というところが今の22歳につながっているのは当然当たり前ですけどね間違いないというような発言随所に見られました。で多分ですけどもうこの動画に僕の動画にコメントくれてる皆さんの中に全てなんか未来像が入ってるような気がするんですよね。 なので多分ですけどっていうのはかなり確率の高いところで表舞台に立つ準備というのは整っていて発表するのがいつになるのかっていうところそのグレーな間今の時間でインスタライブというところで巣「素の限りなく素」に近い言葉を選んでますけどね小林里帆ちゃんが見れているそんな5月だったような気がしていますね5月ももう終わりますこの1ヶ月の中で小林里帆の理解というのは皆さんと同時になので 深まりもありますし、僕その周辺の方々がどういう風うに鞘師を見ているのかという俯瞰というところの価値の見出し方、これが大変深まる1ヶ月になっております。ですので、6月も迎えて。まあ5月にもう1本多分最初動画撮りますけど、あの明日ですよね？ 6月を迎えてというところでは新たな発表なんていうのも楽しみにできるそして前向きに応援できる土台というのをう力及ばずと思いますけども作っていけるそんな場所にしていきたいと思いましたクリオチャンネル引き続きチャンネル登録の方ご協力いただければ本当に嬉しいですそんな感じでお付き合いお願いしますではサターデーナイト皆さん思い思いの楽しい夜を過ごしていってくださいまたお会いしましょう